人いないな。誰か来ませんか、あと一人。まだ誰か。123だってよ。パスワード123だよ。誰でもいいからね。あ、今日パパいない。あ、確かにパパいないな、今日ね。え、今日いなくなっちゃったパパだよ。パパちょっといなくなっちゃったみたい。おばりはろパパ、うん、夜はいなくなるんだよね、多分。夜いなくなって帰ってこねえんだよな。それやばいな。何してんのかな、そのパパ。夜どこ行ってんだろう。いや、仕事だよ。仕事か、夜に、うん、そうだよパパな。出張だよ。本当かな。隠れてキャバクラ行ってんじゃないの。ねえ。ちょっとね、ちょっと今日もやっぱね、要素はやっぱ成分は高いからね、今日も。水分？成分、いや、その、あ、成分、うん、成分はね、うん。好きだよね、元気片親。やめろよ。最低なやつになっちゃった。いいかな、好きだよね。好きじゃないって言ってややこしいな。ちょっとなんかわかんないけどさ、俺の友達みんな片親なんだよね。なんで？みんな片親なんだよ。なんで？でもプッサンは違うでしょ。なんていうこと質問してんだ。だってプッサンはだって天使のママと悪魔のお父さんいるんでしょ。あ、そうなんだ。そうだよ。うん。言ってないけど実は最近離婚したんだよね。あ、そうなの？そう。本当？そうなの？そう、だからまあ片親って言っていいのかわかんないけどさ、離婚しちゃったんだよ。え？気まずい。マジか、気まずいよ。気まずい。何てこと聞いてんだよ。気まずい。お前聞くなや。だってファンアート見たんだもん。お父さんとお母さんがいるファンアートがあったんだもん、プルルの。見たんだもん、私。なんかすごい、なんか仲間割れみたいな離婚じゃん。まあ前向きな離婚ではあるから。あ、前向きな離婚なんだ。そう言ってるだけでしょ、絶対。そうそうそう。え、全然、全然、まだ遊びに行ったりとかするし。あー、なんか、いやそれだったら前向きな離婚なんだ。まあいろんな形があるもんね。まあいろいろあるんだなって感じだよね。あー、そっかそっか。そう。じゃあま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 あ、カルビが悪いということで。え、私が悪いのか。で、プッサンはどっちと暮らしてるの。ママ。あ、ママなんだ。ママ 俺と同じだ。あ、じゃみんな同じだね。同じだ、同じ。みんな同じだよ、プッサン。でもさ、でも片親になるとさ、湯船をさ、肩まで疲れねえよな。どういうこと？え、分からない。3人で入ってる時ってこと？そういうこと？え、違う違う。え、そのお金的な問題でさ、俺湯船を肩まで使ったことがね。ほんと？あ、プッサン案内してあげてよ。教えてあげて、プッサンにゲームちょっと。あ、いいよ。あれ